どこまで行くか分かんないですけど、雲取山、うん、で雲取山から歩いてなんかこう途中どっかで一泊して、で最後拳ヶ岳ってところに行って、で拳ヶ岳で、帰ってくる感じですね。なので雲取り、雲取り、はい、雲取りから拳ヶ岳まで2泊3日で。奥様まで電車で行くんでしょ。そうそうです。ただその雲取りをゴールにするかもしれないです。もう一泊して同じ奥多摩から帰ってくる。いや、雲取りに一泊したら、うん、もう重装です。あで、あの雲取りから拳ヶ岳まで、はい、本当にだから東京から山梨まで歩いてる感じです。うん、東京、山梨、埼玉のあたりをこうずっと歩いていく感じで、あの距離で多分言うと50キロぐらいです、ね。うん、
まっすぐ。まっすぐ、まっすぐレール。こういう感じ、まっすぐ。はいはい。まっすぐ。右行かないよ。右行かないよ。600m 先、右方向です。中央道方面、首都高速中央